どちらかというと、その、っていうのを作って、で、それをうまく普及させたっていうのが、割とラインの強さなんですよね。 えー、日本人がほぼ使っているメッセージアプリの LINE ですが、韓国側が個人情報のデータを日本に渡していると嘘をついて、実際は中国がデータ管理をしていたらしいです。なんで日本はこのようなアプリを作れなかったのでしょうか。日本にもメッセージプラスみたいな LINE に出るアプリがあるようですが、全然浸透してないです。もし日んを作ったひろゆきさんが日本人向けに LINE のようなメッセージアプリを作れと加えたらいくらぐらいで作ってくれますか。またひろゆきさんを作ることはできますか。別に作るだけだったら誰でもできますよ。あのまあ、あの時間とお金はかかりますけど なので問題はその作ったものをどうやって普及させるかなんですよね。であ LINE が始まった当時ってあの結構バッシングがあったんですよ。あ LINE ってそのスマホに入ってる電話帳を勝手にアップロードして勝手に LINE の友達として紐付けるんですよね。なのでその電話帳をアップロードするのっていかがなものなのっていうのが初期の段階で言われてたんですよ。でその,日本の の会社とか日本人ってその世間でバッシングをあ扇風機つけました。世間でバッシングを受けると、じゃあこの機能をやめようってなっちゃうんですよ。 あのって親会社は基本的には韓国なので、いやいや、そんなん知ったこっちゃねえよ、電話帳を上げるやつは使うやつ、使わないやつはもう電話帳、いや電話帳を上げたやつは使わなくてもいいよっていうので、その電話帳をこうアップロードするのが当たり前の状況になって、で結果としてそ LINE をインストールすると知り合いとすでに繋がってる、なのでもう連絡手段として使えますよっていうのが、今はその,あのデファクトスタンダードとして成立してるんですよ。 なので、あの、普通だったら、その、あの、ま、メッセージアプリってインストールしても、知り合いが全くいないので、これ誰と連絡すんねん。で、連絡相手いないから、そもそも使わなくなるっていうので終わりなんですよ。っていう、その、あの、どちらかというと、その、そそその、素行の悪いアプリっていうのを作って、で、それをうまく普及させたっていうのが、割とラインの強さなんですよね。なので、あの、日本人がやると多分バッシングに耐えられないので、 そういえばその,あのコミュニティサービスって2チャンネルっていうのが日本初だったんですけどでも最近皆さんの使ってるコミュニティサービスってその Twitter とか Facebook とか、まあ、YouTube とか外国のサービスなんですよねその要はコミュニティ上で何かトラブルがあった時に日本人が運営してるとその日本人をバッシングするんですよであの テラスハウスっていう番組で SNS でバッシングする人がいてでそこの出演者の人があの亡くなってしまいましたっていう時に SNSTwitter とかをバッシングっていうのにいかなくて書いたやつが悪いよね日本人が悪いよねってなったんですよでもあれが多分日本人が運営するなんか仮にじゃあ2チャンネルみたいな SNS 上で起きたとしたら多分その 2チャンネルっていいうサイトが悪いよね日本人が悪いよね。運営者の西村博之が悪いよねってなってたと思うんですよ。でも、Twitter が外国のやってる外国人のサービスだから、そのサービスに文句を言うんじゃなくて、その悪口を書く日本人が悪いよねっていうことになったんですよね。なので、メッセージアプリとかコミュニケーションアプリっていうのは日本人がやると不利なんですよ。 <laughs> なんで、もし僕が本当にやろうと思ったら、多分外国に会社を作って、社長を外国人にして、あたかも日本人がやってるかのように見えないようにやりますね。